バークレー原子力発電所は、マグノックスロの原子力発電所、イングランドグロスタシャーのセバーン川下半にある。1989年に運転停止され、廃止措置中である。発電所の建設は、アエート・ジョン・トムソン社の企業連合の請負いにより、1956年に開始された。発電所には2基のマグノックスロがあり、ブリストル程度の規模の都市域の典型的な昼間、 需要を賄うに足る276メガワットの電力を発生した。原子炉は原子力グループからタービンはアエから供給された。発電は1962年から開始され、1989年までの27年間運転された。バークレー2号炉は1988年10月に停止し、続いて1号炉は1989年3月に停止した。 1989年の閉鎖により、バークレーはイギリスにおいて廃止措置が取られた最初の商用原子炉となった。今までのところ、廃止措置として、サイトからの核燃料の撤去、タービン建屋のような構造物の解体や冷却地の解体などが行われた。廃止措置の次のステップは、原子炉構造物の修繕とメンテナンス段階で、2026年から開始される予定であり、 放射線が減衰して原子炉構造物を解体し2070年から2080年までの間にサイトを完全にさらちに戻すまで継続される2012年3月310トンのボイラーが除染取リサイクルのためにスウェーデンに搬出された2013年12月原子力廃止措置期間は廃止措置中のオールドベリー原子力発電所からの 中間レベル放射性廃棄物の優先暫定貯蔵地にバークレーを選定した。これは2014年から開始される。バークレーはセバーン川川口及びブリストル海峡に近接した4つの原子力発電所の一つで、他はオールドベリー、ヒンクリーポイント A 及びヒンクリーポイント B である。バークレー原子力発電所。ありがとうございます。